こんにちは、ロサンゼルスで12年、プロのドラマーをしています桐沢聡と申します。今回はですね、前回のビデオの続きなんですが、今回は実践編、どうやって仕事を取っていくのかをお話ししたいと思います。まずはですね、音楽の仕事を取るといって思い浮かぶのがですね、オーディションに行く、ありますね。僕は今ですね、大体年間500現場ぐらいに、行っています。500現場ぐらいで演奏しています。大体1日に2現場、1週間で14現場、それが4週間、5週間、1ヶ月に大体ちょっと少なく見て50現場に行ってます。それかける12ヶ月、600現場、さらに少なく見積もって、まあ500現場ぐらいに行ってるのではないかと思っています。しかしですね、僕がですね、アメリカ生活で行ったオーディションはたったの4回です。しかもですね、僕その4回とも落ちてます。残念だけど受かったことはありません。しかし、オーディション4回しか行ったことがなく、しかも全部落ちた僕がですね、今なぜ500現場にも行けているのかというとですね、秘密はあります。それはサブ、日本語で言うと、なんだろう、エキストラ、トラ、英語で言うとですね、サブステテューと代わり、代わりの人、まあピンチヒッターですね。もともといたドラマーが、さまざまな理由で行けなくなった、風邪をひいた、車がぶっ壊れた、ダブルブッキングしてしまったなど、いろいろ理由はあるんですが、いきなり当日今から来てくれっていうこともあります。まあ、そういう時に役に立つのが前のビデオでも挙げた初見力なんですが、人の代わりに行くってことがサーブです。基本的に人の代わりに行くということはですね、自分よりもレベルの高いミュージシャンとやることが多いんですね。あまり自分よりもレベルの人とはあんまり、なんですが、基本的にレベルの高い人と演奏できるチャンスが多いわけです。最初はドラマーの代わり、そのドラマーから連絡があって代わりに行くことが多いんですが、そのうちですね、そのドラマーの方とやっている方々から連絡が来るんですね。名刺を渡したり連絡先交換したり、そうすることによって一つ一つ現場が増えていって、僕は500現場に今なってます。よってですね、音楽の仕事を続けていく、取り続けていくのはですね、決してオーディションではなく、もう本当にこれはコネコネです。人とのつながり、どんだけ自分が仕事ができるのかをみんなが分かっていてくれれば、仕事はどんどん増えてきます。ロサンゼルスは本当に日本よりも仕事が多いです。しかしそれをしっかり仕事をこなせるミュージシャンが少ないのも事実です。よって前に挙げた3つの大事なポイントを押さえておけば、あなたでも必ず音楽でお金が稼げるようになります。今回は動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。下に僕のプロフィールを貼っておきます。お時間のあって見てください。他の動画でですね、僕の実際のギャラ、仕事場の演奏と一緒に、発表していきたいと思います。チャンネル登録、いいね、ダメだね、なんか質問コメントなど、海の向こうからのアクション、非常に励みとなります。よろしくお願いします。ではまた。